皆さんこんにちは、ストラテジーコーチの松本進です。このパッティングミラーを使って自分の目線が平行かどうかをチェックすることができます。自分の目線が平行であるかどうかがチェックできれば、まっすぐがどこかというのが簡単にわかるということなんです。いたします。このミラーのですね、この真ん中にある部分、ここのちょうどここがボールが通る場所ですから、このボールを通る場所を単純にカップに向けておきます。でこのように置いた後にアドレスを取ります。そうすると自分の顔がこのミラーの中に映ります。その時にですね、このミラーの中にある直線上ですね、この直線上に自分の両目が線上に来るということです。これがですね、片方がかかっていること片方はかかっていない、これは開いてたり閉じてたりするといろいろなラインが見えてきますので、両目が線上に来るようにアドレスをする。こうすることによってこのストレートラインというのが分かるようになります。たったこれをチェックするだけで短いパットの入る確率がぐっと上がります。パッティングミラーには2つのタイプのものがあります。こちらの大きい方は顔全体がはっきり映るのと、それ以外にもですね、他のアイラインの商品と組み合わせて様々な使い方があります。こちらの小さいタイプのものは持ち運びに便利で、ゴルフバッグの中に簡単にしまうことができます。多くのツアープロたちはこちらのタイプをバッグに入れています。